iPad レトロゲームチャンネルです。今日も実技教習を受けたいと思います。ついに卒業検定試験ですね。今日が卒業検定試験みたいです。私が教官の麻生玲香です。まあ卒業検定なんで一発では合格できないと思います。難しい。おはよう。教習を始めましょう。シートベルトは忘れちゃダメよ。それじゃあ発進しましょう。次の角を左折してね。もうちょっと左に寄せて。リラックスしていつも通り行きましょう。そのまま、まっすぐ走行してね。で、車来てない。OK。次の角を右折してね。次の角を右折。車来てない。で、ここが30キロ。そのまま、まっすぐ走行してね。で、1個目の踏切があります。一時停止して、ちゃんと安全確認してね。で、スタート。で、次の角を右折してね。ちょっと右に寄せて、次の角を左折してね。次の角を左折。で、出発して。で、誰もいない。次の角を右折してね。リラックス。
スしていつも通り行きましょう。そう、その調子。で、まっすぐ行って本来は右折は一番いっぱい挟んで次の角を左折してね。優先ってことは理論上はないんですけど、まあこのゲームはちょっとお構いなしです。お構いなしです。とりあえず完走を目指します。次の角を左折してね。更新が来ています。でスケートしている人がいるんで待ってあげて、アクセルから足を離して、間違ってボタン押しました。そのまままっすぐ走行してね。スピードを出すと止まりなさいって教官が補助ブレーキ踏んでくるんで、まあ、しかも減点ですから、まあいいことだし。次の角を右折してね。左折してね。スピード出しちゃう。
者なんでも合格はないと思うんですけど、一応完走を目指してやってみます。今日はこれで終わり。マニュアル教習の時もここで2回ぐらいぶつけて、おはよう、教習を始めましょう。シートベルトは忘れちゃダメよ。それじゃあ発進しましょう。次の角を左折してね。もうちょっと左に寄せて、いつも通り行きましょう。次右折。そのまま、まっすぐ走行してね。で、まっすぐ走行。次の角を右折してね。安全確認してね。で、電車来てないのでしょう。バツ。次の角を右折してね。
を右折してね。リラックスしていつも通り行きましょう。そう、その調子。スケートしてる人もあって、次の角を左折してね。少しアクセルを緩めて、次の角を右折してね。状況が変わったんですよね、さっきも右折。次の角を左折してね。取った覚えないですか、ね、さっき。もうちょっと左に寄せて。スケートしてる人がいるんで。そのまま、まっすぐ走行してね。次の角を左折してね。次の角を右折してね。ブレーキはゆっくり踏みなさい。徐々に踏まなきゃいけない。とりあえず完走を目指します。次の角を左折してね。
まっすぐ走行してね。次の角を左折してね。次の角を右折してね。あのセブンイレブンですよね。さっきぶつかったところ。セブンイレブンのところの角。次の角を左折してね。内輪差に注意しなさい。次の角を左折してね。あの角はちょっと上から目線じゃないと、上からの視点じゃないとちょっと難しいです。通り抜けるのはちょっと。右の車線に進路変更して、サイドミラーを使って速報を確認するのよ。そのままよ。キープレフトよ。次の角を右折してね。次の角、車の量が少ない道路ですね。ハンドブレーキを引いて。教習終了。今回はよしとしましょうか。意外と合格しました。はい、合格よ。なあ、ギリギリ。
疲れ様でした。といったところで、オートマ教習の技能はこれで終わりです。今度はマニュアルの技能教習を受けたいと思うんで、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。